はい、来週です。9月9日ポケモンティーの金曜日、おはとこのみんな、せーの、あーあー、ちょっとパンだよね。さあ、今日の等身大ポケモンはこちら。アニポケにも登場するネギガナイト。思ったよりもちっちゃいよね。はい、あ、これ。おーい、つまりー、なに池崎、ネギガナイト高さは0.8メートルなんです。そうなんだ。結構ちっちゃいけど、これ体重どれくらいなの？そう、どれくらいだと思う？30キロくらい？もう違う。ナッツは？ナッツは20。20？ うん、少ない。嘘。実は117キロもある。めっちゃ気痩せするタイプ。すごいな。知らなかったね。そうなのよ。今日の調査隊ではオハトモがポケモンの意外なデータを自由研究してくれたぞ。わっしゃー、楽しみ。はい、今日も私たちオハガイ練習生の生投票企画があるよ。画面右上の QR コードを読み取って準備して待っててね。さあ、それではまずはハッシュタグオハカー行ってみよう。さあ、テレビ画面を撮影してツイッターにアップしてくれ。その中から1名様にこちら、おはスタメンバーサイン入りパネルとアニバーサリーストで登場中、スバリーとファイティーコンセント、キリエシーロセットにてプレゼント。山本部長が扮するネギガナイトとガブリアスに扮した池崎のバトルをみんな撮影してくれ。パシャパシャ、制限時間は5秒。パー、それではショットチャンススタート。クライメントキリー、結構効いてるのかな。さあ、今撮った写真は朝の8時までにツイッターにアップしてくれ。おはどものみんなは保護者の方に手伝ってもらってね。さあ、続いてのコーナーはこちら、はい、せーの、おはスタ調査隊。ポケモン曜日の今日は、はい、ポケモンいろんなナンバーワン。先週に続きポケモンの自由研究の発表だ。ピョンピョン。みんな元気。先週落ちている木を使ってセナちゃんのおちゃん姉妹が作ったのがリアルソッキーだ。あ、本当だ、すげえ。みゆちゃんは発泡スチロールの玉で36種類のモンスターボールを工作したぞ。ウルトラボールが一番大きい。そしてあつし君は一体どんな自由研究をしたのかな。ポケモン一番丸々選手権というものを受けました、うん、一番丸々なポケモンをたくさん調べてきました、うん、おお、面白そう。そう、あつし君は一番足が速いポケモンや一番高さがあるポケモンなど、いろんなテーマのナンバーワンのポケモンを調べてきてくれたぞ。あつし君、発表よろしく。一番足が速いポケモン、お、足が速いポケモン、メガライボルトとジェラオラです。お、メガライボルトとジェラオラなんだ。はい。どれぐらいの速さ？時速3億6000万キロメートル。新幹線の約112万5000倍の速さ。分かんないよ。光より速いんかな。雷と同じ速度です。あ、雷の速度なんだ。雷のスピードが3億6000万キロなんだ。これはどうやって調べたの？ネットでポチりました。なるほど、ポチりましたって言ってた。みゆちゃんとせなちゃんは知ってましたか？知りませんでした。あ、知らなかった。2人とも知らなかった。はい。面白いね。他の研究を教えて。一番熱いポケモンはマグカルゴとか。一番体温が高いポケモンがマグカルゴ。体温どれぐらいなの？体温約1万度です。1万度なんだ。マグカルゴ体温 1.7 倍の熱さ。え、太陽の 1.7 倍、太陽より熱いの？はい。ポケモン図鑑でマグカルゴを調べてみると、確かに太陽はおよそ1万度。そして太陽の表面温度はおよそ6000度言われているんだ。計算するとマグカルゴは確かに、アツシ君が調べた通り、太陽のおよそ 1.7 倍の熱さになったぞ。他のナンバーワン教えてくださいよ。一番重いポケモン。お、重いのは？テッカグヤとコスモーマです。
おお、体重が 999.9。 コスモームって重いんだ。こんな、そんな重たかったの？意外。いや、ペッカグヤは重いのはわかるよ。だけど、コスモームも同じ重さ。はい。コスモックは違うの？コスモックは、確か、一番軽かった気がする。0.1 キロだった気がする。あ、じゃあ一番軽い。なるほど。一番軽いのと一番重いのなんだ。はい。ちなみにコスモックは進化するにつれて高さも重さも見た目も大きく変化。いや、実に面白い。これ調べなかった俺、気がつかなかったわ。確かに。他にもアツシ君の調べによると一番高さがあるポケモンは無限ダイナだったり、他にもいろんなポケモンの一番丸々を調べてきてくれたぞ。まだある？他の一番。一番好きなポケモンです。僕が好きなのはヌメラです。うん、ヌメラ。アツシの好きなポケモンだ。で、理由薄いな。可愛い。可愛くてもう何でもいいです。薄いのよ。自分の一番好きなポケモンのデータの資料が薄いのよ。アツシ君、自由研究とっても面白かったぞ。みんなもポケモンの自由研究挑戦してみてね。いやー、面白かったね。すごい興味湧いたよね。うん、最高だった。おしゃおはてものみんな、ホームページからポケモン部に入部してこの部員賞をゲットしようぜ。そしてなんと見て、ゴールド部員賞っていうのはあるんだよ。ねえ、キサキ、このさ、ゴールド部員賞ってどうすればゲットできるの？俺すごいよ。金曜日の調査隊のコーナーに5回出演したおはともがゲットできるぞ。うわ、死んだとよし、調査依頼待ってるよ。待ってるぞ。さあ、ちなみにゴールド部員賞をゲットするとすっごいいいこともあるって聞いたんだけど、それ何？やばいよこれ。何？君がポケモン部でやってみたいことが実現しちゃうよ。うわー、めっちゃ夢広がるじゃん。みんなポケモン部で夢を叶えよう。さあ、ではおはたまのみんな、ダッチュベイマッチ。うわー。さあ、続いてはリズスタウィニングダンス。今日はおはたまのちさとちゃんとレンがダンス。イエーイ、いいね、ダッチ。日曜日、絶対見てね。さあ、CM の後は3時のヒロインのアニポケショー、スバにも出てますよ。お、出てるの？出てるよ。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。3人だよ。3人のうちの1人は私だ。じゃあ、10月号はショーパーラーステッシュセット、ムージーメモは5つの立体デザインが超ラブリー、ストローみたいなグリッターペンとクリアのデコシールで可愛くともかす。チャオ10月号発売中。小学館の窓開け図鑑、窓開け窓開け窓開け図鑑、めくって丸見え楽しく学べる窓開け図鑑の最新刊は空物等宇宙だよ。宝トミー。おしゃれな家具でポケモンたちとシェアハウス。のんびり気まま、みんなでワイワイピースな暮らし。ポケモンポケピースハウス。宝トミー。 With Kitty Fuda in your head, Dwayne will be shrouded in darkness. We reach the abyssal house. There we let the ruler of the abyss, Joshi. The two masters start with deck. 3時のヒロインとスラニーのアニポケショー。みんなで今夜放送のアニポケを紹介していくよ。イエーイ。今サトシとシュナがマスターズトーナメントで熱戦を繰り広げてるんでしょ。そうなの。前回ピカチュウがダウンしちゃって、やっぱりシロナは強いわね。待って待って待って、え、じゃあ今回ピカチュウ活躍しないってこと？そうよ。めちゃめちゃピカチュウの格好してきちゃったじゃん。ピカチュウはバトルには出ません。今回はネギガナイトが活躍するのよ。お前だよ、なんだよ、スバチュウ、ショック。しょうがないわね。
ニー、私が白のをやるからスバニーはサトシのネギがないとやってスバニーを大活躍させてあげるわ。ガラスサンキューだぜ。よし Here we go。 白な勝負だ。受けて立つわ。音速のマッハポケモン、私とガブリアスの速さについてこれるかしら。天空に舞えガブリアス。ガブリアスのカナチンか。どう見ても音速には見えへんけどね。うるさいな、とっととかかってこい。俺はこのポケモンで生かしてもらうぜ。ネギがないと君に決めた。いやもうよし、ネギがないと攻撃だ。連続2位じゃ返り討ちよガブリアス。ドラゴンクロー、ちょっと待って、ちょっとごめん、ちょっと待って、ちょっとたまたま。どうしたネギがないと。どうしよう。え、やばい、どうしようこれ。なに。まずいかも。なんかめちゃめちゃテンパってる。大変だ。ネギを忘れた。やばいぞ。ちょっと待ってサトシ。取ってくる。え、ネギだけは忘れたあかんやろ。いやもう。見つかった。やばい、ネギがないとには。ネギがないと。やかましいわ。スバニー大活躍だったね。どこがいい。スバニーは不完全燃焼だったけど、今夜のアニポケは激アツだぜ。マスターズトーナメントセミファイナル第2試合、まさかのピカチュウがダウンしてしまい、新王チャンピオンシロナに大苦戦のサトシ。圧倒的ピンチを前に、ウオノラゴンとネギがナイトで突破口を切り開こうとするが、そしてサトシに牙を向くシロナの切り札とは一体。そして今夜もアニポケを見て、任天堂スイッチソフトポケットモンスターソードシールドでサトシのポケモンたちがゲットできるチャンス。番組内で発表される合言葉を絶対見逃しなよ。じゃあ今日はここまで。今夜のアニをお楽しみ。さあ続いては松丸王子の謎とキングダム。なくなったスマホ、壁の落書き、校庭の机、すべてリトルリドルがしたことなのか。リトルリドルくん、ちょっと話いいかな。この謎解きが解けたら。リトルリドルからは切り替えタイプの謎解きを出されるみたいだよ。ハテナに入る言葉は何。リトルリドルくんがやったとは思えないの。イラストはグレープとクッキーか。それぞれの図形に文字を当てはめるとグレーという言葉ができるね。あれ、色を表してるね。さあ、選択の時だ。色の名前が図形に対応していたんだ。上の図形にはレッドとピンクが入るから、それぞれを当てはめてハテナに入る言葉はフレンド。大事なものを隠したり、落書きをしたり、全部リトルリドルくんがやったの？うん。みんなと友達になりたくて、でもどうしたらいいかわからなくて、ごめんなさい。みんなを困らせるいたずらは反省しないとね。でもみんな、これからは仲良くね。はーい！こうして、クラスに新たな仲間が加わった。時刻は、うわ、時計ないけど、7時、まもなく19分でございます。さあ、お天気になってよろしく。はい、お天気お伝えします。岡山から東京は雲が広がり、雨の降るところがありそうです。最高気温は30度前後のところが多くなるでしょう。以上、お天気でした。Thank you。みんなのごちそうステージ、ごてらぽーか。出席になります。毎朝、はい、アラビキ、はい、ガブリエ、はい、ごてらぽー。ごてらぽー。ごてらぽー。え、何時だと思ってるんだ。ごちそうステージはごてあらぽー。みんなのごちそうステージごてあらぽーか。ごてあらぽー。あっち向いてぽー。あっち向いてぽー。あっち向いてぽー。コロペぽー。今何時。ごちそうステージ。ごちそうステージはごてあらぽー。みんなのごちそうステージ。ほらほら、いいと見られんだ。野菜煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。長谷の煮込みラーメン。お昼買ってき
来ちゃった。松茸の味、はい、お吸い物。粋なごちそうに早変わり。長谷園の、はい、お吸い物。贅沢しちゃった。さあ、続いては、今おはガールを選ぶなら、この3人生投票スペシャル。さあ、9月23日、いよいよ新オハガールが決定します。その決定方法はこちら。今までにゲットしたポイントと、今後一緒に番組を作っていくスタッフからのポイント、そして、オハどもプロデューサーから生投票によるポイントを合計した上位3名が新オハガールに決定します。夏どう？もうドキドキしてお腹空いちゃったよ。そう、勘違い。なんだそれ。さあ、この後流れるオハガールの練習生、オハガール練習生の挑戦ぶりを見て、今オハガールを選んだらこの3人と思った練習生にぜひ生投票してください。毎回の順位によってポイントが加算されていくからね。もう絶対3ポイント欲しいそうだね。さあ、ということで本日のテーマはこちら、粘土工作です。はい、はい、画面に出ている QR コードをスマホやタブレットで読み取ると投票ページに行けます、はい、VTR 終わったら3人を選んで投票してね、はい、それでは VTR スタート。よろしく。粘土工作、そのテーマはおはスタ。自由な感性で芸術作品を作ってくれ。OHA のチームカラーにしたことと、おにぎりじゃなくて7時5分です。で、あと、おはスタのロゴマークを立体に作ってみました。上手に、なんか、を描いたんですけど、スバニーは、顔だけ描いた、おはスタを見て笑顔になってる男の子です。この男の子、もうちょっと前で見た方が、テレビ見やすいんじゃないかなって。おはスタを見ることで、今日一日、すごい楽しかったなってなる感じがするので、夜も入れました。この太陽のところをハートマークにしておはスタみたいな感じにしました。この黄色いオーバーオールとかチームカラーの T シャツを着て、なんかたくさんの思い出が詰まってて大切なものです。ちょっとおはスタっぽいなと思ったから文字を書きました。顔文字みたいなやつはなんかそのおはスタを見て笑顔になるよって感じです。おはスタといえばスバニーということで、スバニーを作ってみました。この髪の毛や眉毛の毛の流れを削るという超ハイスペックな技を使っているんですが、オーハーっていう挨拶にすっごい明るいメイクがあったので、この太陽のマークに行ってもらいました。おはともが太陽の形した呼吸をこっちにして、スバニーがおいでってしているところを粘土で作りました。ちなみにこれも全部粘土です。さあ、では誰の芸術が爆発していたか、生投票スタート。さあ、な、セーブ時間30秒間でございます。さあ、みんな、ナッツに、ナッツにもぜひ一票お願いします。さあ、ナッツ、意気込みを体で表現して。じゃあ、ちょっと体で表現します。 OK。 おお、すごい、すごいね。さあ、残り時間10秒でございます。おはとも、みんなの一票がおはガールの運命を決めます。はい、さあ、残り3秒いきますよ。そこまで投票タイム終了です。さあ、気になる結果はいよいよ CM の後。ノリが、たっぷりのノリが、大人のふりかけだ。大人のふりかけ、長谷や。出川さんちの麻婆豆腐、このうまさが、このガチなうまさが、レンジでチーン、簡単。出川さん、やるわね。おすすめ。世界には分かっていないことがいっぱい。キリンがほとんど声を出さないのは、ゾウの鼻がすごくいいのは、なんでだろう。京都大学の動物博士監修、動物の分かっていること、分かっていないこと、発売中。心が動いた体験は、ずっと残る。楽しい学びで、その先へ。新規入会受付中。さあ、気になる投票結果の前にこちらにもご注目ください。9月23日にオハスタ25周年イベントが開催されるよ。そうなんです。
そのイベントスケジュールが決定しました。12時30分頃からおはスタアニメスペシャルステージがあるぞ。おはともに会えるの楽しみにしてます、ね、さあ観覧は事前に応募して抽選で決まるみたいなので、イベントに参加したいと思ってくれたおはとものみんなはおはスタホームページからぜひ応募してください。あさって日曜が締め切りだぞ。はい、さあでは大丈夫かな。来る。では参りましょう。新おはガール、今日の投票結果を発表します。さあどうなる、どうなるの。こちら、はい、こうなりました。すごい、あ、上がってる。ナッツ、ナッツ、ナッツ。さあ、ナッツ、これ見てどうですか。嬉しい。さあ、現在の練習生のポイントはこうなりました。ね、ではちょっと振り返っていきましょう、はい、さあカホッチが45ポイント、そしてエミチ43ポイント、お隣アカリンが38ポイント、さあ下の段いってみましょう。カヤリリ41ポイント、キャノン34ポイント、ゴッチンが42ポイント、さあそしてさらにユーユー32ポイント、はい、そしてナッツが35ポイント、最後はシマユーが42ポイントという結果になりました、はい、さあまだまだどうなるか分かりませんから ね、 はい。おはとものみんな、生投票は今週の、あ、来週の金曜日まであるので、はい、次の月曜日も投票よろしくね。はい、お願いいたします。まあ今週はね、こんな結果になりましたけど、まだ1週間ありますから、はい、マジでどうなるか分かりませんよ。おはともみんなの1票が運命を変えるからね、来週もよろしく、はい、さあそれではまたジャンプの月曜日でお会いしましょう。せーの、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。長谷園のお茶漬け、お昼買ってきちゃった。松茸の味、はい、お吸い物、粋なごちそうに早変わり、長谷園の、はい、お吸い物、贅沢しちゃった。